全城寺は、京都府鈴木郡宇治田原町全城寺にある、総東州の寺院である。三号は札楽山、陰号は観音明寺院、海山は平高市、本尊は十一面観音、宇治田原町の郊外、滋賀県境に近い位置にある。近世以降は、総東州の全寺となっているが、元は東大寺の末寺であり、平等院や藤原石管家ともゆかりの深い寺院で、 本尊十一面観音立像をはじめ、平安時代に遡る仏像群を有する。禅城寺は、宇治方面から宇治川の支流田原川に沿って、大海の石山方面へと向かう道沿い、滋賀県境に近い山里に位置する。この地域は、平安時代中期以前には、桑都里と呼ばれ、禅城寺の前身にあたる桑材寺という寺があったという。寺に伝わる、 全城寺造営年次目録によれば、この寺は、東大寺の別当などを務めた、そう、平隆によって創建されたものである。平隆は、藤原金家の帰依を受けて、永遠元年より造営を開始、省略2年に本堂を建て始め、完成したのは、長徳元年であるという。それから数年後の長宝3年の日付を持つ、全城寺行伝るによると、全城寺は、 地元の田原里に先町部の蕎麦山や田畑を有し、その他の地方にも寺領を有していた。この禅城寺領は、延久元年、平等院に寄進され、禅城寺は平等院の末寺となった。このように、禅城寺は平安時代を通じて、藤原の道長、藤原頼道らの貴族の帰依を受け、広大な寺領を背景に栄えた。寺の運営は、よりうどと称される。 寺に所属する領民によって支えられていた。寺に残る文書によると、中世の禅城寺は、近隣との境争論をたびたび起こしており、中でも九条家領の卒下層との山境争論は、中世から近世末期まで延々と争われたことで著名である。寺は、戦国時代には、衰微したが、近世に入り、遠方8年に、かが、大乗寺の中高である結州州古が入寺し、 加賀路を本だけの援助を得て再興している。これ以来終支を相当州に改めて現代に至っている。ありがとうございます。